合う、スープと合う、おいしい。エビですね、トムヤムクンといえば。おお、おいしい。これ、これ、おいしい。味噌ここにつけまして、麺にすげえコシがあって、あ、つるっとしとって、すごい飲み込みやすいというか。みほでーす。みほでーす。はい、今日は、倉敷市にある八番ラーメンに来ました。はい、はい、水島エリア、はい、です。あんまりね、倉敷は普段はあんまり来ないんですけど、今ね、倉敷に結構中心にある八番ラーメン、皆さん倉敷の方は一度は行ったことあるんじゃないかなと思います。はい、岡山の方もね、あのこっち来たらまあ。八幡ラーメンって見ること多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、今日はなんで八幡ラーメンなのかと言いますと、タイにもなんと八幡ラーメンがあるんだって。知らなかった ね。しかも30周年らしいですよ。1992年の4月っていう、まあ、私たちと同じ生まれた年ですね、はい、タイのバンコクのショッピングモールセンター内に最初の1号店ができたらしいです。詳しい。期間限定で始まったらしいんですけど、今日はその本場のタイで作られてるスープをこっちに輸入して、そのスープが食べれるっていうのを期間限定でやってるらしいんですよ。めっちゃ楽しみ。そう、めっちゃね、そんななかなかなくない、はい、本場のスープが飲めるっていうラーメン。じゃん、これです。イエーイ、タイ80周年。でもこの期間限定っていうのが8月の上旬までらしくて、これなくなり次第終了、そうなくなり次第終了っていうことなんで、皆さん早く食べに来ないと、もしかしたらなくなっちゃうかもしれない、はい、あー店内広いな。広い。廊下もめちゃめちゃたくさんあるんで、あの椅子の席もすごい、これ。はい、はい、じゃあメニューからね。はい、このあれだね、トムヤムくんが早速。はい。じゃん。美味しそう。なんかいっぱいある。いっぱいあるよ。トムヤムくん。煮る、混ぜる、エビって言ったらしいよ。トムヤムくん。これもメニューで、結構こんな風に見開きになったメニュー。これは定番メニューなのかな。ね、テイクアウトも結構充実してあるみたいな感じですが、うん、もう一個、あ、これが春夏限定のザル、ザルラーメン。ザルラーメンって食べたことない。ザルラーメン私大好きなんよ。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ大好き。ザルラーメンってなかなかあるとこなくて、そう、ラーメン屋さんって冷やし中華ね、大体。そう、いや、私これも大事かな。これはいいかもしれない、私。飲むのは、まあ、せっかくなんで期間限定で ね、まずね、トムヤムくんですね。いいね、はい、それね。と、私はこのザルラーメンっていうのが気になるんで、ザルラーメンのエビ餃子セットにしようと思います、うん、あと、せっかくなんで、このちょっとまあ夏だし、辛麺の煮玉、うん、ちょっと増量を、ね、はい、お待たせいたしました。ザルラーメンエビ餃子セット、ありがとうございます。はい、やったー。はい、わ、すごい。あ、すごい、これ。ボリュームすごくない？すごいね。思ったよりも盛れてる。うん。美味しそう。私エビも大好きなんよな。美味しい。これはなんか私の中ですごい感動の素晴らしいセット。じゃあまずは、これなんかボリュームがすごくない？思ったよりもすごい入ってるよ。量もいい。じゃあまずはこれをこの中に入れる感じね、一個ね。じゃあ全部入れます。お、すごい。もちろん。これをじゃあここにつけまして、いきまーす。麺にすげえコシがあって、うん、つるっとしておって、すごい飲み込みやすいというか、のど越しもいいし、うん、これ美味しい。
いわ、タレが美味しい。でもまあ、あのわさびとか、あの大根おろしとかも入って、結構あの爽やかな、爽やかっていうか、不思議な感じ。いいね、透けてるのいいね、ピンク色の。しっかり中まで黄身が入ってる。プリプリ、ほんまにもうプリプリっていう表現がマジである。体ごと入ってる。入ってる。もう美味しいこれ。エビ、あ、エビの方が本当にエビしか入ってないのかなっていうぐらいエビが入ってる。ありがとうございます。洗い物絞ってお召し上がりください。洗い物絞って、はい。はい、ありがとうございます。興奮して引き伸ばすっていう。これが。いいスパイスというかいい匂いする、あのあタイの香りですよ、これが。これが本場のタイの、タイの香りですよ、これ、うん、じゃあまずライムを絞って出させていただきます。だからね、だからもう君がレギュラーだからね、いけますね。はい、ではスープをまずいただきます。めっちゃ美味しい。噛み回ってめちゃめちゃすごい、もう無理ってぐらい辛くはない、食べやすく結構辛めで、何が嬉しいって、すごい匂い、いい匂いするよね、モンスラの匂いみたいな。そうで、パクチーの匂いもで、パクチー、私何がいいってパクチー好きなのよ。でパクチー食べれるお店って結構なくって、でパクチーがそうなかなかさ、やっぱりこう苦手な人も多いから、お店も多分さちょっと遠慮してなかったりとかするんよね。一緒に食べれるのめっちゃ嬉しい。いけます。美味しそう。いい匂い。うん、あ、いや匂いがいいよ。あ、もう、うん、マスクマスカラの匂いが、うん、これすごい匂い。で、トムヤムくんのエビですね。トムヤムくんといえば、いきます。うん、あ、エビ美味しそう。プリップリップ。これはマッシュルーム、マッシュルームかな、マッシュルームが好き。いただきます。うん、合う、スープと合う、美味しい。これはあの夏はちょっとなんかお腹そう、なんかあんまり食べれん時あるじゃん、うん、でもこれつぶっていっちゃうね。麺も結構柔らかくて食べやすくて、うわーすごい。待って、あのさ思ったんだけど、あ、まあ、これ煮玉なのね。でもあれも結構煮玉あるんかなっていうぐらいのボリュームなんだけど、うん、多いね。あの多いよ、あのここ多いね、当日に多い、うん、結構混ざってきてすごいいい感じになってきた。いい匂いが、いいなこれ。食欲させる匂い。うん、わかる。いきます。あ、もうなんか匂いがめっちゃいい匂い。あんかけ焼きそばじゃないんだけど、なんかちょっと近いものでもあるよね。あと麺のもちもちさはすごい。あの柔らかい感じに、柔らかいんじゃなくてもちもちとして歯ごたえある感じ、噛みやすいし、すごい辛麺って書いてあって、え、すごい辛いんかなと思っちゃうよ、めっちゃ、うん、え、全然そうでもなくて、全然そうでもなくて、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。食べましたわ。美味しかった。食べたね。はい、美味しかったです。はい、ありがとうございます。本場の、ね、はい、味っていう感じだったし、はい、ね、はい、匂いもすごい良かったし、いろんなハーブの香りが香ってきて、本当、はいはい、大満足です、はい、で、なんか、はい、今キャンペーンみたいなのやってるって聞いたんですけど、はいはい、これですね、はい、こちらの QR 読み込んでいただいて、店名、つらじま店だったらつらじま店っていうところと、この番号を入れていただいたら、タイ出店が30年前の1992年なんですけど、それにちなんで、
1992名様に食事券が当たるキャンペーン、1月末までやっております。すごい、はい、すごい、八番ラーメンのお食事最大で1万円、すごいよ、はい、30名様に当たります。はい、レシートから簡単に応募できますので、500円以上のご注文していただいた方はみんな食べれます。はい、食べれますから、ね、注文できます。はい、もう全て500円以上の会計だったら、あのテイクアウトとかドライブするでも応募できます。はい、ぜひ、はい、ぜひこちらね、はい、こちらも応募してみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません、こちらもね、はい、8月上旬までなんで、なくなり次第終了で、はい、はい、ありがとうございます。お早めにお召し上がりください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。